お疲れ様です。総括塾の久保です。まあ、相変わらずですね、情報商材とか、なんかいろんなシステムにやられちゃう人がいるんですけども、これほど繰り返し言ってもね、このロジック、なかなか伝わらないんですよね。まあ、例えば FX なんですけども、FX を自動で儲けますよっていうのをね、ちょっと考えてみてください。FX 自動で儲けるツールとかあるのはわかりますけども、じゃあね、その FX を自動で儲けるツールってどんな人が欲しがってるのかなってことなんですよ。これはね、FX で勝てない人が欲しがりますよね。FX で勝てない人って、どうやってそのツールが有効か有効じゃないかって見分けるんですかね。要するに見る目がない人がそれを買っちゃうんですよ。で、本当に勝てるツールとかがありましたら、FX で常に勝ってる人が真っ先に買いますね。それが本当だったら。本当じゃないから買わないんですよ。私とかもそうですし、中山トレーダーもそうですけども、上昇だとね、ツールいらないんですけども、ツールを見さされても、なんかね、やっぱこれで勝てないだろうと。で、まあまあね、見抜けるわけなんですよね。だから、やっぱり基本的なスキルがないとダメだろうなと思います。で、次はですね、AI ですね。AI っていうのが入ってるトレードシステムとかプログラムとかね、AI を搭載したソフトウェアとかあるって言われますけども、これはね、簡単です。AI が入ってるか入ってないかどうやって見分けるんですかっていう疑問質問をセールスしてきた人に投げかけてみてください。もしくは自分で何をもって AI が入ってる入ってないというふうに見分けるのかなって考えてみてください。 AI なんてね、何も入ってないですからね、まだまだ先です。 AI が我々の扱えるようなね、数十万とか数百万っていう商品の中に AI が格安で入ってくるのはね、 AI って格安なんですよ。数十万数百万で買える AI っていうのはそんなものはないんですよね。はい、それからですね、あれか、バイナリーオプションか。バイナリーオプションも基本的には入ってもいいんですけども、入らなくても結果は同じです。なぜならバイナリーオプションっていうのは常に五分五分の勝負してるんですよね。で、バイナリーオプションのシステム上、勝った時っていうのは1割から2割控除されるんですよ、手数料で。で、負けた時は全部取られるんですよ。ということは、単純に言って勝率が7割ないと勝ち越せません。で、7割ですよ。なんかの、ツールかなんかわかんないですね。バイナリーの塾とか入って7割勝てるんだったら、それセールスを受ける前に、実際にその販売をしてる人にね、じゃあ100回ぐらいちょっと目の前でやってくださいって言って、100回やって7割の勝率だったら、それは買ってもいいと思いますけども、販売者そのものが、勝てないですね。勝ってないんですよ。勝ってないから商品を売ってるんですよ。それも早く気づいた方がいいかなと思います。本当にバイナリーとかで勝てるんだったら、資金になる私が買ってますからね。だから、はっきり言いますけども、その資金がある私が買ってないんですよ。で、資金がある、まあ私がね、なんかこうやって最初からバカにして買ってないからなのかもしれませんけども、本当は当てにならないんで気をつけた方がいいと思いますね。あと、そうですね、ブックメーカーっていうのもありますね。ブックメーカーで自動的にプログラミングがベットしてくれたりとか、リジェクトしてくれたりっていうのがあると思いますけども、これも本当に正確に自分が扱えるかどうか、そのソフトウェアがインチキっていうんではないですよ。そのソフトウェアをオートベットツールとは言いながらも、やっぱり手動の部分ってあるんですよ。その手動の部分を自分が扱えるかどうかってことをよくよく考えてね、ほったらかしってのはないですから。やっぱりどんなものもどっかに作業するところがあって、その作業のタイミングをミスってしまえば大損してしまいますし、その作業のタイミングをミスっていなくても損をしたら自分のせいだというふうにね、思わざるを得ないところがこういったねシステムのミソなんですよね。まあ、ですんで今ね、やっぱり多くの方が投資のものを求めてますよね。投資で簡単に儲けて時間使わないとか、やっぱ投資の、プログラムとか AI とかシステムを使うのは悪いことじゃないんですよ。でも投資ができない人がそれが本当に勝ってるかどうかって基本的に見抜けませんから、だからね、投資が下手な人がなんかセールスを受けてね、投資系のものを買ってうまくいくことはないんですよ。これ何回でも言いたいんですけども、投資のセンスがない人がこれやったら投資勝てますよってものに、なるほど勝てそうだなと思う、その、ね、センスがもうすでに勝てないんですよ。で、投資で勝てるようになって、利回りが出て、資金があって、いろんな情報が集まって、人脈がある、多分私の方がそれはね、上だと思うんですよ。でも私は何も買ってないですからね。で、本当にそういうものがあるんだったら買いますよ。やっぱ20万とか30万とか50万とか100万だったら、もう全然買います、それは。もうはっきり言ってそういう50万100万みたいな金額っていうのはこの、まあ、私のね運用ではいくらでも生まれてくるお金ですから、例えば同じような利回りでもお金を払って私が作業しなくて済むんだったら買おうかなと思うんですけども、そういうものがないんですよ。ない、だからこれ人の商売邪魔してるわけじゃないんですけども、そういうふうな考え方を身につけて、いただければと思います。そしてですね、それでも悩んだらメッセージ私にください。それでも悩んだら、もしくは私じゃなくても誰かにねメッセージください。で、
販売者さんに聞いてもそれはどうなるか分かりませんって言わないですよね。うまくいきますよとしか言わないですよね、販売者さんは。だからね、やっぱり正確な判断を下すためには、まあ自分がね全てを見抜けるようにならないといけないんで、やっぱりどっかで自力で稼げる能力を身につけていかないと、なんかオートで稼げる仕組みっていうのも見抜けないですからね。まあそんな形でもう繰り返し繰り返しになります。今日もメッセージね、この手のメッセージ本当にありがとうございました。もう人によってはね、何回目だって人がね、あのメールをよくくださるんですけども、私の答えは変わりません。もうこれ録画したんで、動画を撮ったんで、これをね、毎日見てください。もうなんかどうだったかなって思うたんびに、私にメッセージをね出すたんびに、私いつも同じことしか言わないですから。なんで一緒のことしか言わないかっていうと、これがその通りだからなんですよ。違う見解っていうのは出ないんですよ。もう一種類だけです、答えは。そういうものでは稼げないなというところですね。それでは失礼します。